よっこらせ。ちょっと来い。本日のメニューがこのように。最近おなじみの音楽聞いてないな。まあ、レビュー動画作ってないからね、今。今こんな感じです。カルボナーラ。これと、こっちがね、切り干し大根の煮物です。ちりめんたっぷり。まあ、こんな感じになってます、今日は。意外に映像が今日ブレてるね。ここにでも来るか。で、ケーブルが邪魔。で、スピーカーも邪魔ってか。じゃあ、失礼して。もぐもぐタイム初めてリアルタイムで見たわ。玄関で誰か覗いてる。もぐもぐタイム来たー。嘘をつくな、嘘。誰もいないだろうに。カルボナーラのあのソースはね、8食品のやつを使ってます。3種のチーズが入ったカルボナーラソースなんだって。コモドドラゴンの捕食シーンです。なのな、コモドドラゴンはそのまま捕食しないぞ。はじめは、一度噛みついて、コモドドラゴンが持っている毒によって相手を麻痺させて、で、相手が弱ったところで食べるんだ。だから捕食っていうわけでもない。切り干し大根におじゃこか。考えつかなかったよ。ん？あのね、切り干し大根炊くときにじゃこをあらかじめ入れておくんだ。あの、使用する半分量を切り干し大根と一緒にちりめんじゃこを煮込んでおいて、で、その後仕上がったやつにさらに追加で入れておくの。インスタントのカルボナーラソースで味薄くない？いや、これはちょうどいいよ。双角さ、まあちりめんなんで乾燥してるからさ。間違えた。そうかって書きたかったの。分かってるから。徳島のね、和田島ってところが実は特産なんですよ。このちりめんがね。コンビニのスパゲティが一番好きだ。あれも結構うまいよな。一度食べたことはあるけれど。いつも食べて寝て仕事してないと性格が麻痺しそう。黒胡椒ガリガリしても美味しいよ。この前淡路でしらす丼食べたよ。おでね、和田島だけじゃなくて、実はうちの近所、松重町でもね、たまに漁師さんの、庭先でね、このちりめん干してるところがあるんだ。もうね、一面真っ白。せいしらすは抵抗あったわ。うん。
生ジェラートね。あれ、イルワシの稚魚じゃなくて、実際あれが成魚らしいんだね。誰かいる。だからいない、普通に。いやもうね、ハチ食品のレトルトパックってね、レトルトの食品って、大体おじゃこが入ってるからお塩も控えめになるね。うん、大体ね、一袋100円前後で、うん、ハチ食品ね。一袋あたり大体100円前後で買えるんですよ。それが他のレトルトパックの食品よりもうまいんだよな、意外と。値段が安いくせに。最強だよ。料理人さんはカレーペーストとか蜂使ってるから。うん。いや、あそこはもともと業務用のスパイスを売ってる会社なんだわ。でね、その蜂食品の中のとある社員が、なんでうちにレトルトパックがないんだっていうことを言い出してね、カレーが、日本にカレーを取り扱ったのが、カレー粉を取り扱ったのが、どうも蜂食品が一番最初だったみたいだね。にもかかわらず、うちから家庭用のカレーがないっていうことで、で、それで作ったらしい。たっぷりチキンクリーム？いや。3種のチーズが入ったカルボナーラソースです。朝からうまそうなもの食べてますね。いや、朝だからこそうまそうなもん食うんだよ。あんまりね、あなたは日本の国潰しですか？あんまりね、その乳製品やら取らないけれども、たまにこういうふうなの食べとかないと。別居中、私は一人暮らしだよ。結婚しないの？相手がいない。ハチ食品から100年カレー出てるね、食べた？いや、食べてないです。そんなのと結婚しようと思う人そうそういないでしょ、わら。うん、そうだね。こっちはそのまま置いといて、とりあえず上には連絡しとくか。はいっと。
これで静かになるだろう。喧嘩売ってくる人は何なの？いや、ほっときゃいいよ。結婚するなら何歳の人がいい？いや、そういうの考えたこともないな。ああやってね、喧嘩売ってきて構ってほしいわけ。構ってちゃんだから、ほっときゃいい。相手にしたら突き上がってくるから。ウィキペディアにもね、嵐に餌を与えないでくださいっていうのがあるんだ。願望は？願望はあるよ。夢持ってないとダメでしょ。うん。何枠やるの？一枠だけですよ。ということで、早く徳島県のうちの海行きたいな、わらわら。そんな言われたら私だって行きたくなるわだ。まあとりあえずこれで朝ごはん終了。食べ物屋でも商売してみては？ないや。商売って結構難しい。ごちそうさまでした。からね。あれ、お茶どこ行った？お茶入れてる箱がどっか行っちゃった？あ、ここにある。何にしようかな。くるまる茶が今ないんか。これ使おうか。よいしょ。くるまる茶にしよう。まあ、めんどくさいから。大阪だから、明石渡ってなるとだから、高速代はいくらぐらいかかるんかな？食べ物屋なら合ってるかも。本日はプーアル茶にします。プーアル茶、こっち生茶の方だっけ？なあ、チンテケプーアル茶って書いてあるから、チン茶か。まあいいや。所詮 100g の安物だ。よいしょ、どれぐらいかね、今。2、3。さて、んで、物がプーアル茶なんで洗車しなきゃいけないんでね。これどうも茶っぽいな。屋台とかやったら常連さんつきそう。いや、だからコーヒーショップは屋台みたいな感じでやってたからね、半年だけ。実際腕前良かったんだよ。当時のね、あのタウン情報誌に実際載ってるからね、私。なぜか口コミで。淡路の洲本も綺麗だね。徳島も行ってみたい。うん、こっちに来るんだったら、あのまず鳴門になるけれども、鳴門ね、さっき言ってるそのうちの海っていうところがあるんだ。コーヒー屋は合ってないな。うん、コーヒー屋、いやだってコーヒーショップのオーナーだったんだよ、私。一応半年間だけだけど。まあ食べ物やったってね、やっぱり衛生面の問題やらいろいろあるよ。
当たるかどうか結構難しい。茶碗とか分羽オルハイとか持ってそうね。よく知ってるね。全部持ってるよ。ちゃんとね、あのディスプレイの横にこうやってね、あの茶器を置いてあったりする。まあこれは値段安かったけど、オークションでね100円で買ってきちゃった。まあ土産物程度のやつだけれども、あの仕上がりはしっかりしてる。ここまでね密閉性の高いやつは珍しい。よくできてるわこれで。飾ってあるんだ。門口入って呼んでくれなかった。本当だよね。教育しとこ。カフェを経営してるが、やっとこさ常連客がついたよ。うん、カフェの経営も難しいよ。どんな仕事でもね。ちょっとずつちょっとずつお客さんが増えていくから。ビジネス街に出したら夜は誰もいない、うん、わらわら。わただし遊びがてらにやってみれば。いや、やらないよ。まあ彼の話は聞いたことあるよ、力也さんって人ね。で、綿菓子屋さんやるっていう話やってたけれども、あれ、初め聞いたとき、あんまりビジネスモデルとしては良くないなって思ってたんだ。材料費はそんなにかからないだろうけれども、ちょっとやり方がね、そこまで計画性持ってなかったかなと思ってね。まあ、ハエがいる。この前、白いたい焼きで失敗した人の話聞いた。うん、あれはフランチャイズ契約の話だよね。どこ行けかそこの野郎。うりゃ、もう肺が生えてきたからしゃあない。で、やっぱりというかなんというか生茶でした。これお茶に入るよ、わら。懐かしい白いたい焼き。うん、あれ結局タピオカ粉で作ってるんでしょ。で、それで売り上げが伸びるからっていうことでフランチャイズ契約していったんだけれども、結局それで当たることがなかったっていうことで、なんか裁判沙汰にもなってたみたいだね。騙されたとか言ってね。でも本当にそうなのかなっていうのは個人的に思う。フランチャイズ系。白いたい焼きの店は全店舗潰れてるわ。ああ、じゃあもうダメだったんだな、結局は。前にコロッケのフランチャイズチェーンっていうのもあったね。でもそれもなくなってるな、今。焼き鳥屋のね、龍鳳っていう名前だったっけ？あそこは元気だよ。一人オーナーさん時々見る人がいるんだけれどもね、もうあっちこっち軽トラで移動してお店構えてやってる。北海くんコロッケでしょ。あ、そうそう、それだったと思う。たまにね、お好み焼きしたら絶対成功しそう。あの近所のねパチンコ屋さんにもいるし、あの同じ人がね、それからスーパーマーケットの店頭でもやってるし、イベント会場にもいるしってね、なんかあるごとにどっか見てるんだよ。でもそれはあくまでもフランチャイズ契約したその人の努力の賜物だからな。お好み焼きのおっさん。いやー、お好み焼きの屋台っていうかね、移動販売店舗も結構来るんだよ。スーパーマーケットの中とか、それからたこ焼きとかね、たい焼きでもね、ちっちゃいたい焼き。白いたい焼きは最初は良かったみたいよ。うん、最初はか。まああんまり良くなかったんだな、ビジネスモデルが。焼きたてメロンパンとか、マネーの虎のフランスロールとかね、うん、飽きられたんだろうね。マネーの虎のフランスロール、あれも徳島来てたよ。
今ちょっとスカイプの方で。料理豆に作るんだから、うどんの粉でお好み焼きしてくれ。うどんの粉って普通に小麦粉だろ、それは。いや、うどん粉っていうのも確かにあるけどね。100g ね、1000円のプアル茶。でもこれでも十分だ。結構しっかりしてるわ、味が。酸味もあるし。やっぱり生茶はこうでなかったらな。強力粉だよね。うどん粉って難しそう。いやまあ今ね、何かと話題になってるその美味しんぼっていうコミックの中に出てくるんだ。削られそうなるの。ジュズじゃないよ、ブレスレット。もうちょっと数はあるよ。うどんを家庭で作るんだったら小麦粉からじゃなくて。最近ウーボスティー飲んでる。この人は実あるから食べ物や成功するな。あ、和術だろ。和術って書いちゃったから変換されなかったんだ。まあ食べ物や成功するなって言っても確かにね、あのもしレストランで働くんだったら厨房で働くよりもウェイターとして働く方が向いてるんじゃないかなと思うんだよね。はあ、やっぱりプーアル茶うまいわ。これも2年ぐらい、あの家にで買った後2年ぐらいちょっと熟成させてるんだけど。食べ物用材料結構使うよね。創作屋台とか良さそう。体力。自分でやるんだったらやっぱりコーヒーショップが一番楽かな。しずはちゃんが屋台やったら行くわ。いや、やらないよ。道具持っていくことできないんだからさ。はあ、コーヒーショップの顔じゃないな。悪いが行きたくない。悪かったな。要はバリスタみたくさ、あのピチッとスーツ着込んでそれでやれって話だろ。蝶ネクタイつけて食べ物屋の顔してる。まあ食い物屋さんは確かに当たればでかいよ。それで成功したその徳島ラーメンの店っていうのは結構あるんだ。それこそは術あるからお話に行くかも。特に屋台の顔ハチマキつけてやれってか。さて、動画止めるか。いっくらっしゃ。